ちは、まなぺこです。今回はポッチャリーズのまなぺこの1日3食を紹介していきたいと思います。前回のポッチャリーズの測定で体重はちょっと増えてたんですけど、体型とかはこうキュッて絞れてたのでちょっと成果出たかなと思います。まあ今朝なんですけど、朝ごはんはヨーグルトを食べていきたいと思います。ペコはイチゴが大好きなのでイチゴのヨーグルトにしました。いただきます。マシ、朝はそんなに食べれないんで軽くヨーグルトとかの方がいいかなって思います。ちょっと前までは1日2食とか1食だったんですけど、ちゃんと3食食べた方が体に良くて健康に痩せれるって聞いたので、最近はちゃんと3食食べて、あとは足パカとか筋トレとかを頑張ってます。今日は1日分のカロリーを全部計算して何カロリー取ってるかを計算したいので、まずヨーグルトのカロリーは117カロリーです。ということで、お昼にまた会いましょう。バイチャー。はい、お昼です。やっほー。はい、ということでお昼はじゃじゃーん、サラダを食べていきたいと思います。これはレタスとなんか紫のやつが入ってるやつで、ドレッシングはダイエットなんちゃう、ダイエットのコレステロールゼロっていうのを使いたいと思います。36カロリーらしい。いただきます。うん、普通のごまのドレッシングとあんまり味変わらない。おいしい。で、いつもお昼はヘルシー系のを食べます。お昼はちゃんと噛むもの食べてる。多分このレタスのカロリーは50何カロリーかな、わかんないけど多分そんくらいです。なんかこれ普通にスーパーで買ったから書いてなかった。多分30何カロリーくらいかな、わかんない。バイバーイ。やっほー。今日はあんまり食欲がないんで置き換えダイエットします。いつもは普通に食べてるんですけど、今日は昆布茶が入ってます。昆布茶は置き換えダイエット食品みたいな。いただきます。なんかね、マンゴーみたいな味がしてね、飲みやすいんですよね。これ昆布茶は何カロリーなんだろう。だいたいちょっと調べてみます。最近頑張ってることはお餅とか食べたい時期じゃないですか。だからお餅とか食べるとめちゃめちゃ顔についちゃうタイプなんで、ここをめちゃめちゃこうグリ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 いつもマッサージしてます。こうしてこうして鎖骨のここに流します。でこれをお風呂上がりにやって、足パカついでになんか腹筋みたいなと、コルセットと半身浴した後に足を壁につけて90度につけて指でガリガリガリっていうのをやってます。これを毎日セットでやってます。ということで朝ごはんが117カロリーで、お昼ごはんレタスが多分50くらい、あと昆布茶が大体5くらいなので全部で150キロカロリーいかないくらいかな。めちゃめちゃ頑張ってます。最近は雑誌期間始まるのでめちゃめちゃ気合い入れて体型を絞ってみんなに見てもらえるように頑張ります。ということでペコの1日3食はこんな感じでした。バイバーイ。どうも、アイリです。はい、ということで今日はアイリの1日の食事を見せたいと思います。ダイエットとかしてる時に食べてる食事を撮ったのでよかったら見てほしいです。普段私はダイエットしてる時は食べて動いてするのでちゃんとご飯を摂ることを意識してます。でも結構気にせずガツガツ食べてるので、ちょっとでもね参考になればなと思います。普段してることって言えば腹筋だったり背筋だったり足上げとか足バカとかケツトレ二の腕痩せやったりとか、結構いろんな組み合わせで毎日違う種類の違う部位いろんな角度から鍛えていってます。あとは風呂上がりのストレッチとかかな。こんな感じで一日を見せていきたいと思います。それではどうぞ。おはようございます。朝ごはんを紹介します。はい、まずいちご、あと蜂蜜、こんなやつ、水です。水はコップ一杯飲むようにしてます。で、朝なんですけどあんまりお腹すくっていう日がなくって、果物を取ったり水飲んだり蜂蜜飲んだりしてます。ということで早速食べていきたいと思います。いただきます。寝起きすぎてビジュアルやばい。うまっ。
朝ほんまにお腹空いてなくてもなんか取った方が良くて、帰りは必ず3食取るようにしてます。朝にこういう蜂蜜とか果物とかちょっとでもいいので口に入れると、それが1日のエネルギーになるので取った方がいいですよ。やばい、寝起きすぎて無理。ちょっと蜂蜜も飲もうかな。蜂蜜は体にいいらしいので取ってます。なくなった。残り15ミッツなんですけど食べていきたいと思います。今の時刻は9時です。またお昼会いましょう。バイバイ。はい、今お昼の12時なんですけど、すき焼きをしたのですき焼きとご飯を食べていきたいと思います。はい、じゃあお昼ご飯いただきます。いつもダイエットの時はささみ味噌汁ご飯とか、お魚ご飯味噌汁とか、そういう組み合わせが多いです。お昼は必ずご飯は取るようにしてます。それも理由があって、ご飯食べてから私運動するんですね。なんかいろいろ筋トレをするので、それのためにはやっぱりお昼はがっつり食べないと脂肪が燃えてくれないので、私はいつもご飯を取るようにしてます。食べないダイエットは良くないので絶対にしないでください。リバウンドするので、お昼は好きなもの食べるって感じでした。また夜に会いましょう。バイバーイ。はい、今夜の7時過ぎぐらいなんですけど、鍋を食べていきます。塩ちゃんこ鍋です。はい、ということでいただきます。うん、うん、あっこい。なんかいつもは夜にサラダとか食べるんですけど、最近温野菜食べるのハマってて、なので鍋になることが多いです。こんなちっちゃい鍋で一人鍋をしたりとか結構してるんですけど、塩ちゃんこ味とかキムチ鍋とかよく食べます。気をつけてることは罪悪感を感じず食べることかな。全然唐揚げとか食べるんですよ普段。やっぱ実家暮らしだったら出てくるじゃないですか、揚げ物とか。でもアイリは別に気にせず食べてる。でも夜は炭水化物を摂りすぎないようにしてます。あとは今日肌の調子いいよって話すことぐらいしかない。まあ、こんな感じで1日の3食のご飯でした。ためになるかは分かんないんですけど、参考にちょっとでもなればなと思います。こんな感じでみんなちゃんと食べて、ちゃんと寝て、ちゃんと動いて、健康的に痩せていきましょう。体重が全てじゃないので見た目重視で頑張ってほしいなって思います。以上、アイリでした。バイバーイ。アロヘー、マリサです。今日はマリサの一日の食事を皆さんにお見せしたいと思います。イエーイ。今回は食事を紹介するんですけど、他にもしてるダイエット法を紹介したいと思います。私お風呂に浸かるのがほんまに嫌いなんですけど、最近私333入浴法というものをやっておりまして、3分入浴して3分休憩してっていうのを3セット繰り返すんですけど、それがねほんまに代謝良くなるし、ほんまにちょっとだけでもね痩せるので、本当におすすめのダイエット方です。あとは最近やったら8キロ歩いたり、目的地に行って帰りも歩いて帰ってくるとか、1キロ歩いたりとか、ジムに行ったりとか、いろいろ歩いたり運動してます。というわけで私の1日の食事をどうぞ。おはようございます。今日の朝ごはんはこんな感じです。本当はアサイーボールを作りたかったんですけど、ちょっと材料がなかったのでこんな感じでただのバナナヨーグルトにしました。でこのヨーグルトは無糖のヨーグルトを使ってて、そこにバナナと蜂蜜をかけた超絶簡単な朝ごはんとなっております。普段は朝ごはんはパンとかが多いんですけど、ダイエットしてる時はこうヨーグルトとかにしてます。なんか意外とフルグラとかってあかんらしくて、これねマジで中3ぐらいの時に本気でダイエットしてる時は毎朝食べてた。いただきます。うん、美味しい。美味しいですが、いや、また。はい、お昼ご飯はこのママが圧力鍋で炊いてくれたカレーと16穀米で炊いたご飯とサラダです。
はい、ただいまの時刻は1時ちょうどです。今日はちょっと特別お休みなのでこうやってがっつり食べてるんですけど、普段は学校やったりお弁当をお母さんが作ってくれてます。でお弁当は30品目が取れるような栄養バランスがちゃんと整ってて、しかも低カロリーに抑えてくれてて、すごいお弁当を作ってくれてるんですけど、今日お母さんも休みということなので特別なお昼ご飯になってます。お米を食べるときは一応こういう16穀米とかにしてます。白米じゃなくてサラダとかも一応食べるようにしてます。いただきます。まずサラダから食べた方が吸収的にいいんですよね。これ全部でカロリーいくらぐらいかな。結構カレーってカロリー高いと思うんですけど、うん、めっちゃ美味しい。うん、マジで美味しいわ。え、めっちゃ美味しいねんけど。普通に普段こんなにいっぱい食べることはないんです。安心してくれ。なのでこんだけ食べたのでちょっとこの後運動しないといけないですね。ではまた夜お会いしましょう。はい、夜ご飯はこんな感じです。チキンカツとトンカツともちもちジャガーのナッツスープです。ただいまの時刻は5時38分です。ちょうど5時間ぐらい空いたので6時までに食べたいので、ね、夜ご飯今から食べていこうと思います。結構揚げ物やし量が多いと思うんですけど、半分は弟にあげて半分は食べたいと思います。でこのもちもちジャガスープはこの中に玉ねぎとアーモンドとあともちもちのお餅とコーンなどが入っております。夜はお米は食べずにしたいと思います。いただきます。サラダにはドレッシング何もつけておりません。うん、こんだけで420キロカロリーほどです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。朝ごはん150キロカロリー、お昼ごはん600キロカロリー、夜ごはん420キロカロリーで合計で1170キロカロリーでした。ちょっと多いんじゃないかな普段は多分1000キロカロリー以内にはできてるかなと思います。参考にはなってるかどうかわからないんですけど、またジムに行ったり雑誌期間に向けて頑張りたいと思うので、よかったら皆さん雑誌マリサでサイン付きお願いしますこれでマリサの1日の食事を終わりたいと思います。ではマリサでした。バイバーイ。